うん、こいつは電接点があるんだけど、こういう、あ、本当だね。50ミリは古いもんで電接点ないんだよ。だから50ミリならこの枠ですみたいな感じで、うん、枠が多分ちっちゃくなるはず。うわ、かっけえ。ちょっと待って、写真撮りたいよ。その構えてる感じです。これ？でもこれ。めっちゃかっけえね。これ？そう。いや、めちゃくちゃかっこいい。これね、これまだ伸びるんだわ。こうなんだわ。は？何それ？こうなんだわ。いや、ちょっと もう一回。取れた？いや、めっちゃいいわ。そう、これ振動型って言って、この胴が沈むタイプ、うん、収納するときはこう胴を縮め、収納なの？そう、使うときはどう？その、これ初代ズミクロン、不思議でしょう、このレンズ。めっちゃ不思議。なかなかないんだよね、こういうの。収納を考える、すごい。すげえコンパクトなんだよね、だからめちゃくちゃ右下にちょっと出てるやつだな。これ？これこのつまみ。あ、そこでつまみだ。そう、昔はこれなんだ。かわいい。で、押し込んでいくと無限遠になる。へえ。そう、そういう目かな。考え方ちょっとこれと似てる。似てる似てる。ほとんど一緒じゃないかな、考え方は。最初これで触った時は、わ、すげえ。こんな考え方あるんだって思ったけど、うんうんうん、多分同じような感じだね。当たり前なんだけど、そうなんだよね。これはちょっといいわ。でしょう、もうフィルムかっていうような感じでしょう。そうね、いや、見る人からするとそう、ミラーレスに見えないもんね、これ。見えない、ね、この外観からすると。あ、これぐらいで1枚撮りたいな。いいね、ここ。これだと50だな。これさ、レンジファインダーがさ、この中心軸からずれてるじゃん。だから自分で見る絵よりできてくる写真で若干右なんだよね。マジで真っ直ぐにつけてほしかったんだけど、それだからそうなるよね。そうなるんだわ。そうなるよ。そうだから、ちょっとねオセットしてみないとできてくる写真おかしくなっちゃうんだ。そうだよ。だから一応ね、こういうふうに確認もする。うん、これぐらいかなっていう。そうだ、いいですね。そう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 、中心でずれるの。いろんなところでこういう歌い手さんが歌ってるのね。だってまだ門だよ。え？門だ。あ、門だよね。どうもありがとうございました。パワーでした。ありがとうございました。パワーの皆さんの演奏を聞いていただきました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。はい、歌もたくさん歌っていただきましたし、いいね、いいね。たけちゃん、そこに立ってみてください。ひなたのところ、いいね。ちょっと待ってよ、最高。かん、最高。35ミリ変えようかな。ねえ、ちょっと50だと遠いかな。マクロもっといける、そんな近い。あ、めっちゃかっこいい。
めっちゃかっこよく撮れる。かっこいいよね。うん。場所がまたね、いいよ。じゃあ35位に戻していきますか。いやこれでこそ色が分かるって感じかな。あ、もうね、この光の差し込み方最高。F2。 いやすごいね。次行きますか。あ、下も面白いね。下すごい。いいね。これ下はいろんな色が入ってていいかもしれない。面白い。広いな。道全部見えてるし。信じられん。すんげえ湾曲してる。あ、いい。この光いいね。いやいいわ。そこまでの画角は稼げないな、なんか。どっち側でもいいよ。もうちょっと前。OK。サンキュー。いいね。いい感じ。DJI で撮るとめちゃくちゃ入りそうだね、これ。めっちゃ入るの。全部入る。全部入るね。面白い絵になりそう。明らかにメキシカンな格好してる人がいるけど。うちの演奏よりうまい。見て見て、あのさ、このさ。痛いの？どうだろう。グルメ。まあカンボジア風な建屋だけど、インドネシアこれ。いや面白いな。これ見たよ本物。本物見て、え、インドネシア行ったの？ジャワ島。ジャワ島。ジャワ島？ジャワ島じゃないね。え、タイ行った時にあったやつじゃない？タイじゃない。タイじゃない。タイじゃない。あの、あれ、IS？ バリ島。バリ島。あ、バリ島？バリ島に行ったから。バリ島にあんの？そうだ、ほら、バリだ、インバリって書いてある。へぇ、バリだ、この氷はバリ。あ、俺ナシゴレン大好き。食べる？ちょっと並んでて。並んでる、コーヒーにしよう。え、どこがカフェ？あの、あの？あれかなと思ったけど違うもんね。これのことだと思うね。かな。
ちょっと上行ってみていい？うん、いやーすごい。中でなんか民族衣装借りれんのかな？そうだね、そっちの方が迫力あっていいんじゃない？ちょっと広すぎるかもしれんけど。え、なんかついてる？あ、できた。広いな。魚眼だとさ、本当に中心出さないと変な歪みになるからね。そう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 、すげえ難しい。ベランダ？まあベランダっちゃベランダか。あ、すごい。足のお金だってる。お金なんだこれ。うわ、すごいお店出てきたよ、それちゃん。精霊が宿るってことだって。いや、このお店に精霊宿ってそうだよ。ここだったの。来てるね。ここハワイか。900円のお返しです。ゴミ箱は池の向こうにございます。 はい、ありがとうございます。コーラ一つお願いします。はい、赤いな。赤いね、今日一赤いぞ。これはなかなかいいじゃん。いただきます。いただきますか。あ、なるほど。で、 GoPro でこのサイズ出てくれないかなと思ってて出ない。で、最近2万円で買ったの。中古？もう、うん、新品。新品で2万円で買えた。新品でね、あの楽天のスーパーセールのタイミングでたまたま、たまたまなんか安く出てて、2万だったらまあね、最悪メルカリで売ればいいから、うん、まあ、確かに遊びぐらいで買おうと思ったら気に入っちゃって。最悪失敗してもね、なんとかなるぐらいの値段だね。だこれもさ、上位版で、うん、あの画面がここに画面があるやつもある。あ、そう、何、上位版とかあるの？そう、2種類ある。これそうなんだ。こういう系は GoPro とその Osmo の同じような、うん、GoPro と同じようなやつしか知らんかったから、うん、あと、うんうん、なんかライカのレンズがついたさ360度カメラあるでしょ。あ、知らない。あれ DJI だっけ？あれ違うかもしれない。へー、うん、あるんだよね、360度カメラか。リコーダーは違うよね。そうそうそう、じゃない、多分 DCI じゃないかな。へぇ、1RS ってやつだと思う。あ、あるね、あるある、あるでしょ、ある。あれライカレンズなんだよね。10万ぐらいするけど、あれ欲しいなと思って。ある、センサーサイズがなんかやたらでかい。あ、そう、1インチかな。そう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 、うん、あれね、めっちゃ綺麗だったんだよね。そのレビューしてる人結構いたけど、あれは良かった。いろんな色があるからね、ベストだね、ここ。ちゃんと色映えるね。南アフリカの色。なるほど。レベレの家。何の家？レベレ。レベレ？すごいな。ワニ、ワニコツラーメン。ワニコツラーメン、やばいね。ワニバーガー。ワニバーガー。え、ワニ肉食べれるってこと？ワニ肉って書いてあるよ。バッファローシラメ。ちょっと食べてみたいな。食べてみたいな、ワニ。ちょっと回ったら食べてみよう。ワニフランク。あれ、並んでる並んでる。ワニ肉って食べれるんだね。食べたことないわ。あ、ほんと？聞いたことある、うん、よし、タケちゃん
うん、あの真ん中に行って足上げて、いいぞいいぞいいぞ、オッケーオッケーオッケー、よしよし、俺じゃあそっちのカメラ撮ってもらおう。よし、すごい入れるの、へえ、ここここ入るの、すごいね、あ、そう、あ、男がこれを気づいて女性が模様を描くんだ、向こう行ける、ハマっちゃったな、あ、ハマっちゃったな、ここハマっちゃった、ここハマっちゃったな、好きだな、面白いな、暗すぎ、暗すぎなんだって、なんか全然明るさないじゃん、何にも見えないよ、何にも見えない、これやばいわ、ワニバーガー美味しいかな、ワニ肉バーガー、肉色白いんだけど、これワニ肉、ワニ肉って白いの、分かんない、これ見えるかな、ワニ肉の白さ映ってるかな、ワニ肉って白いの？え、どういうこと？ハムみたいなんだけど。ハムになってる。ちょっとこうミンチ、はい、でこねてある感じ。うん？ない味？食べたことないね。なんだろう。個人的な感想としてはあんまりうまいもんじゃないの。今日お肉の感じはするよ。じゃあ反対側噛んでみる。大丈夫。うん。ハムだ。食感は、食感はハム。ハム。なんか、うん、味ってどう？味はね、言われるように食べたことないかも。ちょっと魚っぽい、なんか独特の美味しさっていうのは来ないよね、美味しさっていうかなんか味がない、魚の練った練り物、魚の練り物、うん、すごいね、あれ鐘、あ、これがあれだ、有名なやつ、これをこう回すと煩悩がこうなくなっていく、マジそんな感じなんですか、35ミリ近いな、回すんだ、時計回りに一回回すとお経を読んだことになるんだ、やばいね、めちゃめちゃ時短、時短っていうかなんか卑怯だよね、長いんだよね、これ全部読むとなんか何週間かかるんだよね、あー、そういうこと、無理だからこれで同じことになるっていう、ずるしすぎじゃない、これでこれで同じことなんでしょ、はい、時計回りに回さなきゃいけない、え、どっちから見て時計もあるよ、上からじゃないのかな、上から上からじゃない、じゃあこっち、じゃあ上からじゃない、そっか、なんかプルプル巻くのか、よし、今お経8割読んだぞ、ありがた、いやありがたみないな、触っただけだもんな、ほぼずっと回し続けた、ずっと回したらやばいよね、あ、終了しちゃった。本日終了だって。え、どういうこと？え、入れないってこと？あ、お店がやってないのかな？あ、ガイドだ。あ、ガイドか。
あーいいじゃん。ちょっとこれ持っていいな、はい、あのシャッターの振動がすごいよ。あ、撮ってみる。うん、ガイドさんがどういう感じの、ね、うん、うわいいね。それは振動くるでしょ。振動くるね。もうだから急須で今振動がなかった時驚いた。いつ撮れてんのって感じ。それ50ミリ、これ35。35か。うん。それにびっくりした。35でこの価格なんだ。あ、そう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 。ぜひご覧くださいませ。一回本堂のご本堂、私たちおなじみの社会由来。あ、すごい香りするね。うわ。すごいね。すごい。ネパールのチベット仏教人で、生教人です。ブレてないことを願おう。あ、すごいね。うわ、すごすごいんだけど。すごいね。一回これを回すと1回が1億回のお経を言ったことになる。めっちゃした。あの大きいやつ回すだけでいいの？よかったね、あっち回さなくて。大変だよあれ、一回回そうと思ったら。大変だけど、本当かって感じなんだけど。あー、映らない。残念。いいカラクリになってね、うん、いいね。ちゃんとお花もお手入れしてあってすごいわ。あ、なんか美味しそうな匂いしてきたよ。またこれはいい、これはちょっと食、これはね、あのビールのおつまみに美味しいやつだ。なんで今日車で来たんだろうねえ。あー、いい感じ。トルコアイスね、現地で食べてみたいわ。これはでも何の香りだろう。え、これってあれじゃ、スパイスの効いたウインナーの匂いじゃん。あー、そうかもそうかも。まさにそうじゃん。やばいよ、すげー映えるよこれ。この宮殿スタイルやばくない？本当だね。めっちゃ映えるよ。あ、そう、中庭があるからそこか。あ、この中庭があるの？中庭見てくるか。イスラム、あ、ここで撮ってるのか。あ、すごい。あ、これだと16ミリぐらい欲しくなるんだよな。イベッカこれ下大理石かな。そうだね。ねえ、すごい。タイってあんな感じ？タイはあんな感じだね。あんな感じか。面白いな。はね、うん、すごくてね。韓国推しなの？韓国料理の本格的な店が多い。
焼肉もリーズナブルなの。そうなんだ。ちなみにおいくらぐらい。いや覚えてないな。覚えてない。覚えてない。なんか残すつもりなんか一切なかったもん。だから元いたところ、元いたところに戻ってきて今最後動画撮ってます。で今日は Q2 と、タイプ240で、撮ってきましたけども、まあ色はまあそこそこ収めれたかな。白黒も多かったけども。そうだね。ねえ、うん、午後だけだったからハイペースで回ったけど、うん、1日かけて回っても全然いいってとこだね。広いからだいぶ端折ったね。だいぶ走った。見てないところもあるしね。そうね、うん、タイちゃんから今日撮った写真ちょっといただいて、うん、こっちの DJI で撮った方もちょっといただいて、うん、何枚か撮ったんでアップしてみましょうかね、うん、はい。じゃあ次ちょっとどんな企画になるか分かりませんけど、また声をかけて一緒に撮っていただこうと思います。行きましょう。はい、次は Q3 になってるかもしれない。次が何年後かな。まだ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 現役ですよ。もうだって気がついたらカメラ変わったからね。そっちの方が早いかもよ。いやこれは変わるっていうか増えてるかもね。いやー増えないかな。増えないと思う。あそう、うん、気持ち的にはでも変わらないと信じたい、うん、変わらないと思う。楽なり探求心で買ってほしいけどね。変える時があったらね。そうだね、買います。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ失礼します。